こんにちは、元海上自衛官の大上翔太です。自衛隊や世界のニュースを面白く分かりやすく解説しています。週数回程度不定期で21時頃に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると最新動画が簡単にご覧いただけます。今回は自衛隊の飯事情。視聴者の方から自衛隊の飯はまずいのか、量が足りないのかといったことを聞かれたので、自衛隊の飯事情について解説します。最近では菓子パンを余分に取った自衛隊員が懲戒処分を受けたりもしていますから、それほど飯に困っているのかみたいな心配もされているみたいですね。まず基本的なことから。自衛隊は諸外国の軍隊と同じように自己完結性を重視しています。自己完結性とは、生存や作戦遂行に関わるインフラを自前で用意できる能力のこと。具体的には衣食住、通信などのほか、発電などのエネルギーを自分で賄えるということです。この自己完結性によって自衛隊は災害発生時に胃の一番に災害派遣で大部隊を被災地に送り込むことができます。救助能力に関しては消防などの組織が専門となりますが、自衛隊ほどの自己完結性を有した大きな組織は他になく、自前でインフラを用意できない自己完結性を持たない組織はインフレが断たれた地域で活動できませんからね。念のため言っておくと、自衛隊が他の組織より引いてているという意味ではなく、防衛を主たる任務とする性質上、自己完結性を求められた結果になります。陸自が日常の拠点を基地と呼ばずに駐屯地という呼称を使うのは、必要とあらば任意の場所まで前進して拠点を築き、インフラを用意して活動することができるからです。陸自は海や空と違って給養という調理を専門とする職種を持ちませんが、野外で調理をする能力は持っています。自衛隊は自分たちのご飯を自分たちで作ってきたんですね。ところが2000年代の後半くらいから事情が変わってきます。当時の自衛隊は人員削減や予算の抑制を求められており、その煽りを受けたのが陸上施設で自衛隊員の食事を作る自衛官たち。給食業務の一部を自衛官に代わって行うようになったのが外部委託、アウトソーシングです。給食業務とは食事を提供する一連の業務の総称で、これは食事を作る調理以外にも予算の管理や献立の作成、喫食者の人数の把握といった事務作業も含みます。アウトソーシングで自衛隊から調理等を委託される業者は、毎年ごとに一般競争入札に参加し、落札した業者が担当します。一般競争入札というのは逆オークションのようなもので、基本的には入札に参加した中で最も安い金額を提示した業者が落札するという仕組み。これによって公平性を保ち、予算を抑えることができます。同じ業者が毎年確実に担当するようになると、予算が高くついたり業者と自衛隊が癒着したりする恐れがありますからね。で、陸上にある自衛隊の施設の多くはアウトソーシングでご飯が作られるようになりました。自衛官にご飯を作らせるよりアウトソーシングに任せた方が人件費が安くつくほか、人員を他の職種に回すことができるからです。例外としてどうしてもアウトソーシングできないところも存在します。自衛隊の施設周辺に役務を請け負える業者が存在しない僻地や海上自衛隊の艦艇など、海上の艦艇は長期出航もありますし、狭い空間である以上乗ったら見ちゃいけないもの、聞いちゃいけないものを避けるのが難しいため、秘密保全の観点からもアウトソーシングができません。さらに言えばご飯を作る給養員といえど、同じ船に乗ったら戦闘に参加することを避けられず、なんなら戦闘配置につくこともありますから、海事の艦艇に乗り組むことは戦闘員、自衛官でなければならないのです。とまあ簡単に言えば、陸上の施設は陸海空を問わず基本的にはアウトソーシングが調理を担い、アウトソーシングすることができない難しいところでは自衛官がご飯を作っています。ただし、アウトソーシングといっても、ご飯を作る調理などを外部委託しているだけであって、材料費である養殖費という予算の管理や材料の調達、給食施設の維持といった給食業務は管側である自衛隊がやっています。単に調理だけをアウトソーシングしている場合もあれば、食器洗浄までアウトソーシングしている場合もあるので、契約内容は施設ごとに異なりますが、いずれにせよアウトソーシングしても、給食業務の管理そのものから
自衛隊員を完全に外すことはできません。ここまでが基本。それでは肝心の飯事情について話していきましょう。自衛隊の飯の量や質ですね。視聴者の方に心配されたのが朝飯が質素だということ。例えば空自の横田基地の X 公式アカウントがアップした朝食がこちら。白米の他にはししゃも、切り干し大根、明太子、味噌汁。なるほど、質素ですね。こんな食事ばかりでは自衛隊の飯は量が少なく質も高くないと思われるかもしれません。では同じ横田基地の昼食はどうでしょうか。バラ焼き、ちくわときゅうりの酢の物、すまし汁、あるいは寿司、筑前煮、すまし汁、茶碗蒸しなどとちゃんとした食事になっていますね。夕食もエビフライ、白身魚のフライ、サラダ、チキンコンソメスープと、こちらも質素ではありません。じゃあどうして朝飯だけこんなに質素だったのでしょうか。それにはいくつか理由があります。まず糧食費の使い方。自衛隊の糧食費は年度によって異なりますが、だいたい一人当たり日額で900円ちょいくらいとなっています。簡単に説明すると、900円かける食べる人の数が1日あたりに使用できる材料費ってことですね。では900円を朝昼晩の3で割って1食あたり300円でご飯を作っているかというと、そうではありません。仮にあなたが900円の食費を渡されたとして、均等に使うでしょうか。おそらく多くの人が昼食や夕食を豪勢にして代わりに朝食を質素にするでしょう。自衛隊でも同じです。また自衛隊特有の事情もあります。自衛隊の朝は忙しく、朝ごはんにそんなに時間をかけられない、もしくは時間があったらその分ゆっくりしたいという個人の事情もあります。狭い艦内ならともかく、陸上にある自衛隊の施設はそれなりに広いため、隊員が寝起きする隊舎から食堂まで距離があり、面倒くさかったり時間がもったいないなどの理由で朝食を取らない人もいたりするのです。良くない話ではありますけどね。食べる側だけではなく作る方の事情もあります。豪勢な食事を作るとなると、調理担当者も朝早くから大勢出勤しなくてはなりません。アウトソーシングしている施設だと、朝から豪勢な食事を提供しようとすれば、その分だけ人件費がかさんで契約価格に跳ね返りますし、官邸のように自衛官の給養員が作っているところなら彼らの休みが削られます。出航中ならともかく、入航中くらいは乗員だって休みたいですしね。加えて美味しい料理を作るには相応の調理技術も求められますから、人数だけではなく練度の高い給養員を毎朝出勤させる必要も出てくるでしょう。自衛隊の給養員といっても20年以上調理しているベテランもいれば、自衛隊に入るまで調理などしたことのない入隊1年目の新米まで様々。朝から豪勢な食事を求められるとなると、アウトソーシングあるいは自衛官の給養員のどちらが作るかに関わらず、調理担当者にかかる負担が増大しますし、食べる側も朝から豪勢な食事など求めていないので、お互いの利益が一致した結果として朝食が質素というわけです。また日によっても差が出ます。こちらも900円を30日で均等割りしているわけではなく、日によって喫食者の人数が増減するほか、メニューによっても使用する材料費が変わってきます。一般のご家庭でも食費を均等割りにするよりは、日々の食費をある程度抑えてでもたまにご馳走を食べるという使い方をしますが、自衛隊も同じです。たまにご馳走が食べられるよう糧食費と相談しながら献立を作っているのです。朝食が質素とは言ったものの、全ての朝食が質素とは限らず、朝食であっても豪勢な時もあり、例えばこの日は朝食から焼き鮭、焼きそば、ブロッコリー、かまぼこ、味噌汁と気合の入った献立になっています。逆に昼食や夕食であっても、休暇期間中は休んでいる喫食者、そして調理担当者の多くが休暇を取っている都合上、仕出しの弁当や菓子パンといった調理を必要としない食事が提供されることも。給食というのは喫食者だけではなく、調理担当者の都合も考慮した上で提供されるものですから、365日朝昼晩毎食豪勢なものを出すというわけにはいかず、みんなの都合を考えなければならないということです。その他、各施設や喫食者の職種によっても事情が異なります。糧食費はだいたい900円くらいと言いましたが、
艦艇乗組員には数十円程度糧食費が上乗せされますし、航空機搭乗員には航空下給食というものが追加で出されます。具体的には果物やプリンなどが他の隊員より一品増える感じですね。なので勤務場所や隊員の職種、船乗りやパイロットなどによっても食事内容がちょっと変わってきます。ちなみに幹部は陸上施設では幹部食堂、船では士官室という幹部専用の場所で食事をしたりしますが、食事内容は総司と差がありません。艦内の総司は1枚のプレートにバイキング形式で自由に食事を盛り付けて食べるのに対して、幹部の食事はあらかじめ盛り付けられた同じ料理が見かけだけ豪勢な感じで出てくるぐらいのもの。強いて言えば艦長だけデザートなどが一品多かったりしますが、その程度です。ぶっちゃけ士官室の飯は綺麗に盛り付けられてはいるものの、艦長が席に着くまで待つ必要があって冷めていたり、自分で盛り付けられないために量が物足りなかったりするので、個人的には総司用の食堂で食べる方が好きでした。施設による差は同じ陸上施設同士、あるいは艦艇同士であっても大きいことがまあまああります。例えば調理設備や人員の差、新しく規模の大きな施設だと最新の調理器具が揃っていたりする分、それが料理の差として出てくることもあります。他にも大きな施設だと栄養士の上位版である管理栄養士の資格を持った人間を配置することが求められたりしますし、喫食者の多い施設ほど糧食費が多いので、糧食費のやりくりが大変な代わりに融通が効くという側面もあったりします。では大きな施設ほど飯がうまいかというと、そうとも限らないのが難しいところ。海事の船で言えば掃海艇や潜水艦の調理設備は一般的な護衛艦に比べると不利です。掃海艇は小さいため調理器具やスペースの制約を受けますし、潜水艦はこれに加えて食材の保存に気を使います。護衛艦などの水上艦に比べて航海期間が長いにもかかわらず、冷蔵・冷凍庫が狭いので生鮮食品をすぐに切らしてしまうからです。ところが不思議なことに、設備上不利を強いられているにもかかわらず、掃海艇や潜水艦の食事はうまいと評判だったりします。この辺は給養員の創意工夫だったり、狭い船であるからこそ専門の給養員だけではなく他のマークの人間が手伝っていることなどもあるでしょう。艦種の違いによらず、船乗りにとって最大の楽しみは食事。特に潜水艦はその閉鎖性から言ってもストレスを受けやすいため、飯がまずかったりしたら発狂もんです。とはいえ全ての艦艇の飯がうまいかというとそうではなく、やはり給養員の質次第。自衛官には転籍という母校の引っ越しがあり、例えば神奈川県の横須賀から広島県の呉に母校が変わるといったことがあります。幹部の人事は海上幕僚幹部という一般の会社でいうところの本社が握っているため全国転勤よって、船が転籍になっても幹部はそのままくっついていきますが、総司は地方総幹部という支社のようなところが人事を担当している都合上、転籍になると総司はほぼ総入れ替えとなると、給養員も例外ではありません。調理を行う給養員は全て総司で、幹部は調理に携わりませんので、船の飯は給養員次第です。結果として今まで飯のうまい船として知られていた船の飯がいきなりまずくなることもあります。結局は人ってことです。とにかく自衛隊の飯は朝昼晩の時間、休暇などの時期、各施設ごとの事情の違いや調理担当者、給養員の技量の差など様々な要因によって当たり外れがあります。差の発生そのものが当たり外れの評価を受けてしまうこととイコールなので、全部を当たりにすることはできません。もちろん底上げして改善すること自体は可能です。パッと思いつく手段としては、アウトソーシングにかかる予算の向上、糧食費アップ、調理施設や設備の刷新などがあるでしょうか。調理のアウトソーシングに限ったことではありませんが、防衛省の契約は原則として原価計算を行って適正金額を出します。労働力を提供してもらう契約である役務では、作業工数×人数で金額が決定しますが、この計算が結構渋く、業者にとってはあまり利益が出ない金額に抑えられています。結果として入札が不調に終わったり、入札が成立しても金額が低すぎて調理の人が集まりにくかったりした結果、料理の質が落ちるといったことも。
なのでアウトソーシングをしている施設に関してはこの契約価格を上げる必要があります。糧食費すなわち材料費ですから、ここを上げてくれれば自然とうまいものが食べられる確率がアップするでしょう。調理施設が古く使い勝手が悪いところは建て替えが必要だったり、調理器具を刷新するべきところも多くあります。とまあ改善手段はいくつかあるのですが、先ほどうまいものが食べられる確率がアップするという表現を使ったように、各施設が抱える問題はそれぞれ違うという点には留意しておかなければなりません。単に予算を増やしてあげれば改善されるところもあれば、そうでないところも、施設ごとの事情によって着手すべき点は違いますので、単に予算を上げればいいという問題でもないのです。アウトソーシングを導入したことについても、予算抑制だけではなく自衛官の数そのものが以前に比べて減ったために給与員の数を維持できなくなったという事情もありますしね。それと質に関しては施設ごとに差が激しいですが、量が足りないということはまずありません。例えば小原台刑務神奈川県にある某大は飯がまずいことで有名で、私がいた10年前は粗食に慣れているはずのレンジャーですら一口食ってまずいと言っていたほどでした。今は多少改善されているとは思いますが、当時は白米ですら釜の底の方はお会場になっていて食えたものではなく、豚の角煮は20歳そこそこの若者の強靭な歯をもってしても食いちぎるのが難しく、安心安全なはずのカレーの中にもチキンカレーというなぜか酸っぱい外れのカレーが存在したりしていました。ハヤシライスとか牛丼あたりなら一般の方にお出ししても大丈夫なくらいうまかったですけどね。そんな膨大ですら量が足りないということは決してなく、あそこにいた頃は私の人生の中で最もお腹が満たされていた4年間でした。入校したばかりの4月時点で私の体重は56キロでしたが、7月には70キロを超えたほどです。思い出しただけでも込み上げてくるものがありますね。うえ、1学年の時間はとにかく限られ、食事に関しても十分な時間が取れないものですが、そんな環境にあってもお腹を空かせるようなことはなかったのです。これは任官して自衛官になった後も同様、官邸の上院でガリガリになる人など滅多にいませんが、その逆は腐るほどいます。ぶっちゃけ船乗りのメタボ率はやっばいので、はっきり言っておきますが、ちゃんと運動しないと自衛隊の飯は太りますから、量が足りないといった心配は無用です。一般的な成人男性にとって1日あたりの必要カロリーは2000キロカロリーくらいですが、官邸だと3000キロカロリーくらい出してきますからね。最近は喫食者でないにもかかわらず喫食した不正喫食による大量処分がありましたが、これは量が足りないことが原因ではありません。自衛隊の喫食については2つの大きな問題があり、それが喫食者が喫食せずにご飯が余る問題と、逆に不正喫食によってご飯が足りなくなる問題です。よくある誤解として、防衛省の職員、自衛隊員になると全てのご飯が無料になるというものがありますが、無料喫食できるのは自衛隊の施設内に住む官邸の上員になるといった条件が規則によって求められます。自衛隊員であっても自衛隊施設の外、営外に住んでいる人は当直勤務を命じられるなどの例外を除いて無料でご飯を食べることはできません。また無料喫食の条件を満たしていても喫食の申請を上げていなかったり、菓子パンなどを余分に取るといったことは NG。 こうした行為を見過ごすと本来食べられた人が食べられなくなります。給食を提供する側は喫食者の人数を把握した上で必要な分のご飯を用意するわけですからね。ではどうしてこうした NG 行為がはびこるのかというと、喫食者にカウントされていながら食堂に行かない人がいてご飯が余るから。なんだか矛盾しているようですが、余るときは余ってしまうのです。先ほど説明したように、面倒くさがって食堂に行かない人もいます。特に朝食が多いですね。こうした人は朝食そのものを抜くこともあれば、カロリーメイトなどを自分で買って食べたり、夕食も喫食申請を出しておきながら外出して外で食べる人もいたりするので、夕食も余るときは余ります。昼食は家業の合間で、なおかつ比較的豪勢な食事になりやすいこともあって、
昼食抜く人は滅多にいませんけどね。ご飯が余り、ご飯が廃棄されるとなると、日本人的にはもったいないの精神が働くほか、余るくらいなら自分がもらっとこと横島な考えが浮かんだり、要するに喫食者にカウントされているのならきちんと毎食食堂に行き、カウントされていないのなら食堂に行くなということ。喫食者であっても余分に取るのはアウトです。今までの自衛隊はもったいないの精神で不正喫食に目をつむっていた部分もありましたが、これを OK とすると本来食べられた人が食べられない事態がどうしても生じますし、順法精神にも欠けた行為なので時代的にもアウトということもあって、懲戒処分にまで及ぶように変化してきました。これが不正喫食による懲戒処分が最近になって目立つようになってきた理由であって、ご飯の量が足りないからではありません。まあ入隊した直後の教育期間中はどのルートで入っても自衛隊の施設内に住んで無料喫食できる状態からスタートしますから、その癖が抜けないというのもわからないではありませんが、あくまでルールはルール。ご飯くらい好きなだけ食べさせてあげなよと一般の方が言っていただけるのは嬉しいですが、そうなると給食業務の担当者は毎食どのくらいの量を作っていいかわかりません。そうなれば糧食費という予算の管理にとどまらず、アウトソーシングする契約内容とその金額、用意する調理担当者の数などにも影響し、給食業務が破綻します。これは諸外国の軍隊、例えば米軍など日本よりも食に恵まれた軍隊であっても同様です。糧食費やアウトソーシングの契約金額、給食施設や設備といった給食関連予算の増額ならウェルカムですし、あるいは無料喫食を申請できる範囲を拡大するくらいのことはあってもいいかもしれませんが、無限にすることは米軍でも不可能。予算は増やせても、その他のリソース、特に給食業務を担う人は限られていますからね。言い換えると、喫食者の人数を増やすことは可能でも、喫食者の人数を把握して管理しないと、能力的にオーバーしたり、廃棄するご飯が増えてしまうってことです。結論として、自衛隊の食事の質は、時間や時期、施設によって差があります。うまい時もあればまずい時もあり、うまい場所もあればまずい場所もある、当たり外れが存在すること。改善すべき点は施設ごとの事情によるため一概に言えませんが、要となるのは給食業務を担う人であること。ただし、量が足りないということはまずありません。不正喫食の原因は喫食者が食堂に行かないことがある一方で、喫食者でないものが不正に喫食しているという個人の問題に起因します。開示の飯は恵まれていますが、陸や空に行ってもご飯はたくさん食べられるので大丈夫。おかげでほらベルトが閉まらなくなっちゃった。自衛隊の飯はめっちゃうまいとは言いませんが、うまい時はうまいし、たらふく食えるのは間違いありません。でもたくさん食べられるからって食べ過ぎるとお腹周りからやばくなるので、ちゃんと運動した方がいいよ。船乗りはそれで後悔してる人多いので。あなたの目の前に映っている人とか。ということで今回はここまで。コメント欄は遠慮しなくて OK。 チャンネル登録や高評価、メンバーシップ加入などをしていただけると私のお腹がもっと満たされます。サブチャンネルもよろしくね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。